先発こちらです。立ち上がり、まあ、いきなり先頭の広岡にフォアボールを与えましたが、この後牽制でアウトを取りました。ツーアウトになって好調の太田を迎えますが、その太田を打ち取って立ち上がりゼロで終えるマウンドでした。バファローズ先発はエスピノーザです。そのエスピノーザの立ち上がり、今日1番の5号をいきなりヒットに出ます。でこの後盗塁決まって小深田フォアボールで、辰巳倒れた後4番の浅村、今日4番に入った浅村、最初のバッターボックスで右方向へライトへのタイムリーヒット、1点を先制します。2回です。ワンアウトからこれ村林の当たりご覧いただきます。このセンターの大きな当たり、抜けたかと思いましたが、センターの広岡のこのプレー、ビッグプレーが出ました。この広岡の、まあ、ビッグプレーもありまして、エスピノーザこの回ゼロで終えました。さあそして3回です。ノーアウト満塁というイーグルス、2つのフォアボールとヒット、チャンスを作って4番の浅村、これショートゴロダブルプレーの間に3塁ランナー帰ってきます。1点追加、2対0リードを広げます。ゲームはこのまま5回です。勝ち投手の権利のかかる5回、コチャがピンチ2本のヒットとフォアボールでノーアウト満塁、広岡のこの当たりはショートライナーでダブルプレーを取りました。これで2アウトランナー3塁1塁で、今日2番の西野です。西野粘ってフォアボール、また満塁のチャンスを作ります。ツーアウト満塁で3番の太田、ここピンチでしたけれども三振でこのピンチを出しました。これで勝ち投手の権利ということになりました。こちらです。さあそして6回からは継投、2番手渡辺翔太、その渡辺翔太がいきなりピンチを迎えます。連打でノーアウトランナー三塁二塁で頓宮、これがセンターへ、同点のタイムリーヒット、追いつかれるとこの後ツーアウトランナー二塁でラストバッターの若月、レフトへの勝ち越しタイムリーヒット、3対2、この回バファローズが3点取って逆転に成功します。さあそして9回鈴木空がマウンドに上がりました。その鈴木空ですけども、今日はちょっとコントロール苦しんでランナーを置いて4番の森、2つのフォアボールで、まあ、ランナーを出した後森に、まあ、走者2人、帰ってきます。2点タイムリーツーベース。森はこの後三塁に行って、そして西川のタイムリーヒット、6対2、9回の表3点を追加しました。最終回マチャドがマウンドで上がります。ツーアウトから辰巳にヒットが出ましたけれども、最後は浅村がサードファールフライに倒れてゲームセット、6対2バファローズ勝利。イーグルスはこれで3連敗となってしまいました。